はい、皆さんこんばんは。では本日も SCP のお仕事やっていきましょう。さあ、それでは今回ですね、謎の人物に呼び出されてしまいました。久々に、部屋から出てエレベーターに乗りますね。他の職員もここにいるんでしょうけど、実際一度も顔を合わせておりません。皆さんどこにいるんでしょうかね。こっちかい。ほんと厳重だよね。エレベーターで地下24階そんなにあんの。まあいろんなね、オブジェクトここにも保管されてるでしょうからね、収容されてると思うので、 SCP の倉庫なんかもあるのかもしれません。チーンと思ったら、部屋に入り仕事の連絡を待つ。なんでこんなところに、え、なんだここ、なんだここは。0-26、休憩室でパンを焼くな、いい加減気持ち悪い。どういうこと。記憶処理予約表、ケイト、ソフィー、ショウ。あー、記憶を消すやつかこれ。いや、前からよく言ってた雑穀パン、食べてヘルシー、暮らして嬉しい。なんだこれ。あ、はいはいはい、ん、スマホ。おう、0426。アクセスカード、カール・アスタナ。お、レベル3のカードだ。へえ、レベル3のカードもらっちゃったよ。え、もしかしてすごい、1919、はあ、怒られた。0426。そう簡単にパスワードから寄ってきてはくれやせんか。ゾーン A、ゾーン C。なんかコンディミネーションブリッジみたいになってきたな。B に、B だからこっちか。ここにはいけないのかな ?B426。B426。こっち?すごい、なんかドキドキするね。B426、これ。この部屋に何があるっていうの?一体何があるって言うんだい?え、何これ何これ。え、撮影?撮影すんの?なんか監視されるっぽいな。アクセスカードの認証成功。私は D クラス職員ではないんですけども、ID 番号 SCP-426。防止クラスユークリッド。セキュリティクリアランスレベル3。え、これ SCP なの?本毎週 D クラス職員を除く全ての財団関係者は、匿名化処理をされています。マニュアルに、記録されたインシデント詳細はレベル3権限が必要。何言ってるか分かんないな。電子アーカイブで閲覧できます。本マニュアル、何かを見せてくれってこと?本来の職員は、秘密保持規約を編集してください。違反した場合は、降格処分となります。確認しましたか?何か見せてくれると言うのかい?ゲームじゃ、なんだこれ?安全操作マニュアル。ゲームが始まったぞ。何これ?面白そう。安全操作マニュアル。E ボタン。あと部屋が暑い。ごめん。ちょっと音下げていい?10月になりそうなのに暑いね、今ね。D81、本名、ジェイソン・グリアス。あだ名、煙突。二次障害としてニコチン中毒を発症。これが D クラス職員ですね、ジェイソン・グリアスさん。
これが SP426 の被験者の一人ですね。退屈、疑念、疲労、この命も暮らしもクソったれだ。夢かうつつかさえ曖昧になった俺に時間を教えてくれるのは箱の中でタバコのか。なんでこれ ちょっと待って、急にゲーム性が。大きくない一人用のベッドだから牢屋のよりも居心地が良さそうだ。何これ、ちょっと待って、なんでこんな使いもしねえのに俺にくれるんだ。まずトイレで一服だな。あいつらは鏡をくれなかったが、俺も別に自分の顔を見る必要はねえ。トイレで一服。ルルー。ん？トイレで一服？ちょっと待ってね。お、なんかここにある。タバコを手に入れた。俺はまだ生きてる。少なくとも今日は。ああ、そうだな。お前のことはずっと意識してるんだ。いつでもお前の生命力を感じられる。隣の人か。は？違うな。俺は全ての命を意識してる。衰えゆく命、湧き上がる命。命のサイクルはこの世で一番美しい話題だ。しかし、ここにはたくさんある。何言ってやんだ、てめえ。彼らは命を未知のステージに導いてくれる。そこで何かもかもが無常だ。俺にはその混沌の洪水が見える。それは計画的で命とは呼べない何かの力にねじ曲げられている。知るか。ともかくお前はまだ生きている。そうかい、それは天才的な結論だな。なんだこれ。D081、作業の時間だ。タバコぐらい吸わせてくれよ。タバコはくれるんだな。そんな顔すんなよ。いい子にしてるんだから、一本ぐらい吸わせてくれって。早くしろ、クソ。何これどこ行けばいいの、こっち。あ、違う、ここは出たのね。油を売ってるんで仕事をしろ。はい。え、仕事って何よ。なあ煙突、タバコくれよ。一本くれたら今日の作業内容を教えてやるからよ。いい取引だろ、抜かしやがれ。なんだよ、助けの精神だろ。てめえ俺舐めてんのか。知ったからってどうなってんだよ。やることが変わるわけじゃねえだろ。兄ちゃん、そんな借りすんだって一本くらいいいだろ。お前アンディって言ったっけ。そうだ、アンディだ。なあアンディ、お前の後ろのポスターの裏に抜け穴あったりしねえか。そんなわけねえだろ、裏は鉄板だ。頼むよ、一歩だけでいいんだ。経済に大事な情報知ってるんだ。誰が信じるか。なんだこの例えすぎ。俺に近づくんじゃねえ。はいはい。てか急に絵柄も変わるんで、これ同じゲームかって思っちゃうね。はいはい、あんま読み上げしても違うな。ああ、そういうかい。じゃあセキュリティチェックだ。でもこれ何がわかるんだ。観察室内は武器、金属、タバコ持ち込みは禁止だ。タバコ？それは俺に対する当てつけか。肩をすくめる。やれやれだぜ。何の仕事させられるの俺。どうもどうも、ハベル博士 D081。 聞こえるぞ。今度は何させるつもりだ。あなたの今日の作業は最下層の部屋に入ることです。そこのテーブルには観察すべきオブジェクトがあります。観察を終えたらここに戻って気づいたことを報告しなさい。わかりましたか。おいおい、それは一体どういうことだい。 SCP 大隊にはイカレポンチしかいねえのかよ。イカレチンポもいるぜ。よし、何これ、どういうこと、どういうゲーム性。たく、何でやってもなれないぜ。気味悪くねえものは置いてねえよな。
操作性としては普通にやるだけでいいのか。ん、この絵は午前4時のロサンゼルス。ほほ、なんだなんだ、オペラのポスター。財団の変態どもはこんなものを見るんだな。でもなんかどうなってんだ。おい博士、聞こえてんのか。なんかの間違いじゃねえのか。え、何これ、なんか トースター?え、何が、ちょっと待って、いや、あんま下手な SP やめろ。おお、俺の観察対象が本当にあったぞ。で、何なんだこれは。 SCP を勝手に見るのはやめた方がいいと思うんだけどな。一服してから報告に戻るか。タバコは?へへ、あいつらタバコ隠してるの知らなかったんだろうな。ざまみろ。おい、カメラめっちゃ。ああ、いいぞ。なんだこれ。何これ。報告を始めなさい。ああ、テーブルには俺はトースターだ。ん?俺はだいたい幅7センチ、高さ6インチか。あとはステンレス製だ。他に気づいたことは?他に何を言わせたいかさっぱりわからん。俺はトースターだ。パンを俺の穴に入れればカリッとしたトースターにしてやるぜ。いいでしょう。もう部屋に戻って構いません。いいでしょう。俺はさっき何を、俺はトースターだって言ってたよね今ね。俺はトースターとして辞任してしまった。どうした。はいはいはい、残りのタバコは全部くれよ煙突。お前どこかおかしくなっているな。あ、殺すぞ。生きて帰ってきたのか。まあ俺はトースターだって言ってましたけどね。いつの間にか自分をガンダムだと勘違いしてるみたいな。煙突、お前の体から香ばしい匂いを感じる。何がだ。そうか、新しい命だ。何もかも違う存在がお前の体に降りたんだ。ち、気持ち悪い。お前は変わった。お前はもう有限じゃない。始まりも終わりもない混沌の方に。うるせえ、黙れ。これは命の終着点なのかわからない。だがきっとし、真新しい進化。てめえの足を元に行くのは俺はバカじゃねえ。ポエマーか。お前はもう別の鼓動を感じ始めてるんじゃないのか。ああ、そういう変な感じだ。疲れてんのか。命には行動、あ、命には動力が必要だ。お前にとってはそれがタバコなのかもな。タバコだと。そんなものはいらねえ。充電だ。だって俺は、俺はトースターだ。充電しねえと動かねえ。どういうこと?うおー、俺はトースターだ。この感じ最高だぜ。何しようとしてたんだ?充電しないと。そうだ、充電しないと。何これ?畜生、コンセントがねえ。タバコばかりよこしやがって、コンセントはくれねえのか。自分で作るしかねえ。針金を手に入れた。鉄パイプを手に入れた。どうやってプラグを作ろうか。布切れを手に入れた。何これ何これ。プラグ、タバコ、まあ鉄とプラグ。そうだこれだ。もう充電が持ちきれねえ。ビビー、感電した。なんだこれ。なんだこれ。 D081 は SCP-426 を間近で約30分観察した。直後に行った質問の中で一人称でしか SCP-426 を表現できなかった。 SCP-426 に接触して約45分後 D081 は医務室内で幻覚を体験し始め、自分をトースター SCP-426 のことと認識しだした。D081 は自分に充電が必要と考え、手製の金属製を電源に挿入し感電死した。うおーん。うおーん。俺は人火力発電機だ。発電機どうすね。何これ。 D426 ん?研究力423 D082 被験者。
本名ドロシー・ウィルソン。今度はドロシー・ウィルソンですね。女性です。SCP-426 実験に影響を及ぼさないことを確認後、参加が許可された。今回実験前、実験前に D-08 には SCP-426 収容所から5メートル離れた予備実験室で何々時間過ごし生活したが、現在まで明確な異常を見られない。426の影響を受けなかったってことだね、この人はね。ウィルソンさん、ウィルソンさん、アダマはどうしたんだい？私は寝ちまったのかい？ばあさん、俺の聞き間違いなら申し訳ないが、大声で叫んでたぞ。おや、まあ恥ずかしいわ。寝るたびにもう目が覚めないような気がしてるの。大きな声でパンは？パンをちょうだい。いや、影響受けてんじゃん。子供たちの夢を見ていたのよ。あの子たちのことを思うと、私はこれまでなんて悪いことをしてきたんだろうって。リンパ症？リンパ？なんか、もう病気なのか。それは起きの時にウィルソンばあさん。坊や、私は悪いことをやりすぎたのよ。ここには自分から志願したの。これが私の罪滅ぼしなのかもね。あらやだ、こんな時間。また今度子供たちのことをお話ししてあげるわね。いつになっても見た目は大切よ。みんなそうなってほしいわ。あ、来た。はい。作業の時間だ。まあ坊や、今日も顔色が良くないのに。何かあったの？今日の仕事はまたあの空き部屋で一日過ごすことかい？文句を言う筋はないけど、あそこはどうも退屈でね。私ばっかり喋ってごめんね。追い先短いから勘弁して。日本語完璧ですね。なんかちょっと遅いよね。あ、ちょっと話す？あら、こんにちは。あんた、ここ。この施設を出るべきだ。まあ、どうしたのか。どうしたの、やぶから棒に。なんか、いい子ですね。ウィルソンさん、あんた見てると、俺の母親を思い出すんだ。まあ、嬉しいわね。冗談さ。本当の俺の母親は地獄に行くべきようなやつだ。いや、地獄でも生ぬるいぐらいだな。でも、あんたいい人だよ、ウィルソンさん。どうしてあんたのような人間がこんな場所にいるんだ？どうしてって簡単よ。私が希望したの。それだけの話よ。正気か？いや、すまない。でもどうして？あらあら、それは内緒よ。いい女は秘密が多いものなの。確かに。ミステリアスガール。キャッツアイみたいですね。文章が多いからきつい。もっと感情込めて読んだ方がいいのかしら。検査の準備を。こんな機会じゃ何もわからないの。私たちは心を交わさなきゃダメなのよ。あら、今日はお話しする気分じゃないのね。はい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 。身体検査。またトースター426でいいのか。私には精神攻撃は効かないわよ。ごきげんよう、H 博士。D-082。ドッティと呼んでくれていいのよ。今日の作業は一番奥の部屋に行ってください。そこのテーブルには観察すべきオブジェクトがあります。観察を終えたらここに戻って気づいたことを報告しなさい。ほほほほ。どうしましたか？どうしていつもはっきりと物を言ってくれないのかしら。でも今回の事件は簡単そうね。あんまり長いと体に答えるのよね。ほほほ、まあなんてひどい匂い。ラベンダーの香りでも炊けばいいのにね。さてさて、え、同じ場所ですね。なんだかバスケットボールみたいだわ。この土地にある絵は何なんだ。なんで絵があるの。そしてまたパンですね。見覚えがあるわ。きっと隣にあるのは前に来た空き部屋ね。ああ、ばあさんはあの隣の空き部屋でしばらく観察をさせ、観察っていうかちょっとだけ接触させてたのか。で、今度は直で見るってこと？やることは観察、そう、観察よ。しばらく鳴らした後に
実験させると。あれ耳鳴りかしら、何かとても心地よい声が聞こえたような。ピッポピッポはい、報告を始めなさい。あまり役に立つお話はできないかもしれないけど、いいかしら。報告を始めなさい。ええ、テーブルの上に私はちょうどこのくらいのトースターよ。末の娘が使っていたのと同じ型番ね。それと私は青緑色ですごく綺麗な色をしていたから、私もその色になりたいわ。私はまだ動くはずだわ。他にはこれくらいね。あとはわからないわ。観察がもうすっかり衰えちゃってごめんなさいね。いいでしょう、部屋に戻って構いません。ありがとう、その言葉を待っていたわ。あ、やっぱりダメですねやっぱり自分のことを言ってしまった。どうした？あら、少しぐらいおしゃべりしてもバスは当たらないわよ。あ、倒れちゃった、寝ちゃったのか。猫が鳴いてる。おかえりウィルソンさん、作業はどうだった？ありがとうね、ちょっと変だったけど簡単だったわ。変？まあ先月俺が見せられたどこかの馬の骨のブログほどじゃないだろうな。悪いようにはされなかったわ。オオトカゲやピーナッツみたいな彫刻の実験もないし。私は爬虫類とピーナッツバターのアレルギーなの。あはは、ウィルソンさんは素晴らしい女性だ。あなたは日がな一日何をする、日がな一日何をするのに悩んでいるの？女はここにいるべきじゃない。特にあんたのような年のは。なんだ？やあウィルソンさん、調子はどうだ？よくわからないわ。いや、その実験の後何ともないかい？ああ、それは悪くないわ。なんていうか私の状態は悪くない。それはよかったウィルソンさん。実を言うとちょっと心配だったんだ。もしいい気分よ坊や、今の気分は絶好調。そう、絶好調。なんとかしないと。何をする、どういう意味だウィルソンさん、ウィルソンさん。そうなの、わかる。頭の中でずっと声がしてるの。私の自分の役目を果たさないくちゃ。私はトースターよ、仕事をしなきゃ。やっぱトースターになっちゃった。これっぽっちのパンじゃ焼きがいがないわ。もやん、ピッポッピッポパッピッポッピッポパッ。なんか付け出さにある配色したアクセスカード、やっぱり返した方がいいかしら。盗んだアクセスカードがあった。おばあちゃん、くすねる癖があんのか、もしかして。パンダ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 、仕事仕事、パン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 。食ってる。どんなパンでも私なら焼ける。パンパンパン、仕事仕事。何をさせられてんだ俺は。まだまだ足りない、私ならいくらでも焼けるわ。パンはどこ、パンはどこなの。ここに行ける場所あんのかな。あ、出れない。パン、あ、まだこれあった、まだあったパンが。パンパン、仕事仕事。まだまだ足りない。大丈夫、私は高性能モデルなのよ。あ、いた。高性能、なんか音楽が。パンを焼く SCP。 うわー、パンすごい、パンいっぱい、仕事仕事。そもそもなんでこんなにパンがあるんだ。なんだ、いや腹すっごい出てきた、すっごい腹出てきた。これえぐい死に方するんじゃないか。あー、腹が出てきちゃった。あら、どうしてまだ1枚のパンが出てこないのかしら。
大変なことになった。食い続けちゃうのか、パンを。食うしかないか。あー、 D082 主要オブジェクト付近で何分間観察した。その5分後には1人称でしか SCP-426 を表現できなくなった。部屋に戻った後、 D082 は50分後に幻覚を体験し始め、自分をトースター、SCP-426 と認識し、パンを加工する必要があると考えた。急性拡張による内出血で死亡した。 D082 の遺体を解剖したところ、胃の中には 16kg の未消化のパンが見つかったと。パンを仕事しなきゃってパンをどんどん頬張り続けて胃が破裂して死んだってことですね。怖い死に方。次、本名アダム・モリア。D0083 ですね。心理検査に極度の何とか性、暴力性、攻撃性を認められる。結構荒っぽいですね。D083 は何度目に SCP-426 に何分接触した後、俺はトースター内部を洗浄すると叫び、直後に500ミリリットルの食用洗剤を飲み干し昏睡した。SCP-426 の影響が解けたかどうかは見てください。あ、もうすでに接触して洗剤をどんどん飲んだんだね。引き続き観察中。うん、畜生、殺す、殺してやる。起きたな、ラボへ向かえ。おい、どこだここは。俺何しやがった。誰も何もしていない。けっ、しらしらし。俺をバカにしてんのか。実験の後、あとお前は食用洗剤のボトルを飲み干した。は、適当ぶっこいてんじゃねえぞ。調子乗りやがって。俺とやるか。あ、 D083、 お前は何だ。あ、何がだ。お前は何だ。舐めてんのか。奥歯ガタガタ言わせたるぞ。ほら、外に出てラボへ向かい。クソ、ひでえ見舞いだ。何かおかしい。頭の中でネジを取れたみたいだ。そうだ、これはまるで、なんだこの歌。 I'm a toaster. I am a toaster. もうトースターになってる。パン5キロに洗剤にスポンジ、あと何食べたんだ。知らねえよ。パン焼いて中掃除して、これが仕事だろ。俺はトースターだ。やべえ。おいおい、一つ注目だ。隣のあいつは近づくな。あいつはずっと人の尻を眺めている。そうか。よし、尻別品だな。さあ、このポケットを握れ。そうすれば心配だね。わかるかどうかわかんないですけど、ポケットの中に手突っ込んだ先に何か物があると思ったら、それが男の一物だったというね、そういうネタが。さあ、ポケットに手を突っ込んでみろと。まあほら、いろいろありますからね、この男しかいないあれだとね。チクタク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 。お前は何だ。クラクラズキズキ。ああ、俺はすげえトースターだ。俺はガンダムだ。よし、師匠、頭が痛え。どこだここは。俺は確か頭がちょっとぐちゃぐちゃだ。 D083、 ジジイめ、実験の後何をしたか覚えていますか。 D083、 あなたはもう一度実験、実験体臭を観察してみたいですか。よく聞け。俺は金輪際てめえらに言う通りはしねえよ。殺すだけ殺せ。ろくでもない、ろくでなしどもめ。くそ、頭が割れちまいそうだ。あ、実験室に行かないのか。話せ、この野郎、クソじじいが。脱走だ。部屋に戻れ。はい。あ、戻った。いや、意味わかんねえよ。俺はこんなんじゃねえ。俺はトースターだったんだ。
確かに頭おかしくなりそうだな。報告あるのか？兄ちゃんよ、俺は故障してんだ。故障？博士、今の状態を聞いてやる。俺は絶対壊れてんだ。もうパンなんか焼けねえかもしれねえ。パン？ドライバーあるか？俺の頭なんかおかしくなってんだ。医務室に行くか？ドア開けろ、修理してんだよ。うお、パンだ。焼いてみて、壊れてみるか確かめてみねえと。グワー、離せ、グワー。俺は本当に故障してんだ。なんてこったクソ。お前殺害許可された。ギャー、警備員を呼べ。スペーススピード、なにこれ。ほら、かかってこい。ほら、あー、来るな。俺はパンを焼くんだ。どけどけ、そこどけ。いった。俺何のゲームしてんだろう。すべての行動をやめよう。お前殺害許可されている。俺は故障した。お前は何だ。俺はもう優秀なコグマグジジのトースターじゃねえ。俺はもう仕事をこなせねえ。だが今すぐ直せばいいのさ。ダメだ、頭を切っちゃダメだ。それはトースターじゃない。頭ってお腹か。 D08 さんは前回の観察実験中断後、自分がコグマジュースのトースターであると略し、内部が破損しているとして修理を要請し始めた。医務室へ連れて行く途中、 D08 さんは突発凶暴化し、凶器で警備員を攻撃。続いて自分の腹部を切開し、中にパンくずが詰まっていると発言した。 D803 は最終的に出血多量で死亡した。意外とえげつない SCP ですね。アイテム番号 SCP-426、 オブジェクトクラスユークリッド、特殊収容プロトコル。私は見られないような窓のない部屋に隔離されなければならない。私はって言ってるけど、私の一時影響の不良の拡散を防ぐため、私の部屋の扉には番号や正体とは関係ない標識を貼らなければならない。レベル3以上の職員のみが私の存在、特に私の性質を知ることができる。こんにちは、私は SCP-426。 誤解のないようこういう形で紹介しておこう。私はただのトースターで、電源を入れるとパンを焼くことができるけれども、人間が私に言及するときはどうしても私を一人称で呼んでしまう。何度も試しているが、三人称で私のことを話したり聞いたりする方法を見つかっていない。そのトースターについて語ろうとすると、なぜか一人称が私になっちゃうんだね。それが SCP-426 で、この426自身もそれについてなぜかっていうふうに言ってるね。ただのトースターなのに。多数の D クラス職員実験を得た後、財団は SCP-426 が人類を及ぼす精神的危害を認定し、私は情報災害と定義された。以上、SCP-426 安全マニュアルを読みていただきありがとうございました。確保、収容、保護。まあ、本人に自覚はなくて、自害はないんだけど、勝手に人間が精神的に影響を及ぼしたってことか。何だったの今の。はい。はい。二つの扉あります。もしやめたいなら赤の扉から出なさい。ああ、なるほど。記憶を消すか。この夢の国に残る。そして私がこのウサギの穴の奥深くまで連れてってやろう。去るか残るか。いや、おかしいでしょ。ここまで仕事させといて給料未払いでポイするつもり？ふざけんなっていう感じだよ。ちゃんといただくものをいただいてから、帰ります。迷わず青へ。俺はトースターだ。影響受けてる。I am toaster。 よくやったカール。
戻ってきた。え、誰かの話が聞こえてしなかったか。君の本当の記憶だ。え、君は死になどではない。メガ5の舞台、マリアン・ホイーラー、メガ5部隊の隊長。副隊おめでとう、庭師カール。055について語ろう。私は一回記憶を消されてるってことかい。隊員だったのか、もともと。はあ、で、副隊、戻ってきたわけだ、ここに。え、終わった。あれあれ、終わった。カールの正体が分かったことで終わった。話そうっつって。え、おわ、え、面白いゲームだけど終わったな。え、もしかしてまだ続きがある。これって早期アクセスだっけ、それとも次回作あったりするのかな。まあ、といってもそっか、別にストーリーっていうかね、 SCP を除くゲームだから、まあまあ終わってもおかしくないのか。いや、もっとでも見たかったな。もうちょっと見たかった気がするけど。いや、でもいろんな SCP を経験できるの面白いね。なかなかね、文章で読んで楽しむのもいいんだけど、私みたいに文章読むのが下手な人間だとね、なかなか頭に入ってこないので、こういう風に実体験させてもらうと、あ、これってこんな脅威なんだっていうね、こんな面白い現象なんだっていうのが分かるので、もっといっぱい SCP いるから続編っていうかね、どんどん作ってほしいです ね。有名どころってね、あのほら、コンディメーションブリッジしかやったことなかったから、あれ以降の SCP とかね、いっぱいいるのだけど分かんないので、実際にあの D クラス職員が経験してどんな実験が行われたのかね、自分も観察したいですよね。いや、思った以上にクオリティが高かった。わ、でっけえな。なんか人気のあるその SCP がどんどん追加になったりするのかな。これはね、ドグスタジオで収録集結されるか、このスタジオ最初の作品です。3年余りの及ぶ会社の中で情熱と汗を注いできました。あなたのご意見やご感想、シークレットのご意見。いやー、これは評価したい。これね、素晴らしいゲームです。ぜひこのまま作り続けてほしい。そしたらもうちょっと、反則っていうかな。まあ、動画での反則ってなかなかなんかもしれんけど、いや、これ売れてほしいね。読むだけでも面白いからね。じゃあ、まあ、でも今、実況中なので、後で。はいはい。じゃあ説明出ますね。これ楽しい。もう一度体験すると、カードをめくる。でもまだあるな。239ね、あの演劇のやつ、釣られた王の、あと泣かせるね。あ、426か、これ。これ426だ。ダーク、デンジャー、ユークリッド。ボニーステーション。これは吊り下げられた王の記憶ですね。意外と砂漠怖かったよね、普通にね。砂漠のこととか、もう一度体験する。あ、属性があるんだね。で、今、始めた感じがあるけど、まだあと4つ、欄があるね。これから増えるのか、この後遊べるのか、ちょっとわからないですけども。はい、ちょっと今、確認して戻ってきました。一応ね、サイトを見に行ったんですけど、Steam の。特に早期アクセスとかでもなく、製品版なので、一応これでクリアみたいですね。で、今、再び、コンテナに始めたら全てのものがアンロックされましたって書いてあったので、現状多分 SCP はこの5体なのかもしれないですね。
まあこれだけアップデートなのか追加で出るのかはわからないですね。追加でゲームが出るのかわかりませんが、他の、ね、部分にも増えそうですよね。これもまあ終わらない感じがしますので、今後も楽しみに待ってましょう。ぜひね、この続編ないし、その追加アップデートを楽しみにしたいと思います。それでは今回ですね、SCP 極秘ファイル、シークレットファイルでございました。お疲れ様でした。